マテバオートリボルバー。マテバモデロ62か。マテバモデロ62以下。通称、マテバオートリボルバー。マテバオートリバルバーは、イタリアのマテバ社、MA BA、t e a マッチネターモバラスティッシュが1996年に開発した半自動作動方式の回転式拳銃、リボルバーである。イタリア語で、六は、セ正と発音するため、モデル名の、 六二以下の発音は、正二以下、聖ウニ下となり、イタリア語で、あなたは、ユニークという意味にもなる。その独特の機構から、オートマチックリボルバー、オートマリボルバーとも呼ばれる。なお、本銃の他にも、独自の機構で、ダブルアクション方式とは異なる連射機能を備えている、リボルバーは存在する。マテバ社において、得意な機構を持つリボルバーの開発を手掛けたエミリオ、 偽造2が1990年に発売した全モデルで、あるまでは 2006M のコンセプトを引き継ぎ開発した銃で重心の跳ね上がりを抑えるために断層の一番下の弾を発射するという構造と用途によって自由に重心を乾燥できるという特徴はそのままにリボルバーでありながらオートマチック機構を備えている。本銃のような特別な構造を持たずとも、 ダブルアクション機構のあるリボルバーであれば、引き金を引くだけで、シリンダー、回転式断層の回転と激鉄の機頭は、行われるため、連続射撃自体は可能だが、この場合には、人力で引き金を引くことで機構を作動させる。都合上、一発ごとに激鉄を手動で起こす、シングルアクション機構に比べてより大きな力が、必要なために引き金重くなり、銃全体の動揺が大きくなる。 ブレルと表現されるために射撃精度が落ちる上連続して射撃すると指にかかる負担が大きく現実的にはリボルバー方式の拳銃を連射することは意の疲労が大きく精密射撃には適さないという難点がある本銃は常実のダブルアクション機構の難点を独自の機構により克服したものでこれによりリボルバーの高い機構的信頼性と ダブルアクションと同じく引き金を引くだけで示談が発射できる構えでありながら、シングルアクション並みの引き金の軽さを実現し、速射性と高い命中精度の両立を目指していた。1990年代に入り、ドイツの投資家の出資を受けて開発が行われ、1996年から1997年にかけてオートリバルバーの名称で試作品が完成。 翌1998年には生産と販売が開始された。リボルバーとしては複雑な構造の製品でありながら、開発、量産ともに特に問題は発生せず、販売された製品にも作動不良の続発といった気候上の問題は発生しなかったが、構造が複雑で単純な構造で信頼性が高いというリボルバーの利点を現存している上、 同威力の銃断を用いるものに比べて大型となり実用性が低かった。さらに製造コストが高いことから高価な製品となり、主にアメリカ市場での販路の拡大に努めたが、前作 2006M と同じく期待されたほどのセールスを獲得できず、1998年から2004年まで生産が継続されたものの、比較的少数の生産に終わった。しかし、 2006M と並んで、その独自のデザインから、重機コレクターに陳調されており、多数の創作作品にも登場しているほか、2006M 同様、オリジナルデザインの重機のデザインモチーフとしても、引用されている。なお、本重の作動機構は、アメリカ合衆国の特許を所得している。62化のオートマチック機構は、フレームがバレル、重心及びシリンダーのある上半分と、 ハンマー、撃鉄及びトリガー、引き金メカニズムのある下半分に分かれており、初弾をシングルアクション、またはダブルアクションで発射すると、発射反動により、フレーム上部が0.5インチ、12.7ミ、mm、リメートル、後退し、撃鉄を起こした状態にした後、シリンダーを回転させながら前進して、射撃位置に戻り、次発発射可能な状態になる、というものである。 このため、本銃は回転式拳銃でありながら、フレームの上半分が前後にか働けするという、オートマチック式拳銃と同じ構造になっている。この方式は20世紀初頭に、イギリスのウェブリー社が発売した、ウェブリーイコールホスベリーオートマチックリボルバーと同様だが、シリンダーを回転させるための機構が異なる。シリンダーは単純な円筒型ではなく、 後端だけが円形で、全体としては六角形断面の多角中形状となっている。側面に溝のないノンフルート型で、ノッチの凹みもない。前作であるマテは 2006M とは逆に射撃時には、右回りに回転する時計回り方式となっており、振り出し方向も一般的なリボルバーと同じ下方振り出し方式となっているが、シリンダーを振り出すための指示部、ヨーク、 クレーンと呼ばれるは、フレームとの接続部が、下方にある、重心部を避けるために側面に張り出しているため、大きく湾曲した、区の字型になっている。また、本銃は、シリンダーの上部で、フレームの全部と後部をつないでいる、ブリッジと呼ばれる部分が存在していない。なお、シリンダーラッチ解放レバーは、フレームの左右両面にある、リボルバーとしては、珍しい構成である。 前作であるマテは 2006M のコンセプトを引き継ぎ、バレルは3インチの単重心型と4.56.78インチ、および 213mm、8.375インチの超重心型、計7種類が用意され、専用の工具を用いれば簡単に交換することができる。重心を覆うバレルシュラウドの上部には、ベンチレーテッドリブと呼ばれる重心冷却と軽量化を兼ねた。 長方形のスリッがあり、重心長に応じた数が開口されている。また、シリンダーとバレルを変更することで、フレームはそのままに多種類の弾薬を用いることができた。ただし、本銃の特徴である、オートマチック機構を正常に作動させるためには、弾薬に合わせて、重心器部下側から、上部フレーム仮面に配置されている、リコイルスプリングをそれぞれ専用のものに入れ替える。 必要があった。5インチ以上の長さで光景が44マグナム弾及び454カスウル弾の重心には重厚部分にマズルコンペンセーターを装着するためのネジ山が切ってあるものが標準になってを通常は大型の円筒形コンペンセーターを装着して用いられる。なお、上述のように専用工具があれば ユーザーが個人で重心を変更することが可能である。トリガーアップル、トリガーを引くために必要な力、およびトリガーストロークは調節可能で、トリガーアップルの標準平均値はシングルアクションで4ポンド、ダブルアクションで12.8ポンドとなっている。グリップ、重波にはフランス産の家具用高級のワイエ、ザイ、ウォールナットが用いられた。フレームには 酸化焼き入れ処理を施したブラック、ブルースチールモデルとニッケルメッキの施されたシルバーモデルの2種類があり、ユーザーが重心を変更したために重心とフレームで元が異なっている個体も多数存在する。照準器は、小製、フロントサイトのみが上下左右に調整でき、照門、リアサイトは固定式である。これは重心を自由に交換できるという特性上、 フロント、リアサイトのいずれかを固定式にしておけば、重心を変更した際に、両方のサイトを別個に調整する必要がない、という点からの構成で、前作 2006M の反省に基づいている。ロングバレルモデル用の下部フレーム、トリガーガードの前方左右両側面には3機の、ネジ穴のある、オプション取付基部が設けられており、ここにスコープマウントを装着することが可能で、 通常は右側にネジ止めする専用のスコープマウントが公式オプションとして販売された。この3機のネジ穴は後日のカービンモデルのフォアエンドを取り付ける際にも使用される。販売されたものには使用弾薬と重心長により複数のモデルがあり以下の4種類がラインナップされていた。357マグナム弾モデルは38スペシャル弾の使用も可能である。 この他、前述のように重心には3.45.67.8インチの各主張のものがオプションとして用意されており、ユーザーが個別に交換することができた。なお、本銃は個人のセリフディフェンスや公的機関向けの需要がほとんどなく、発売後しばらくして販売対象がスポーツシューティングと狩猟用に絞られたため、フレームは オプション取付基部のあるもののみに生産が一本化され、重心も3.4インチ長以外は、すべての口径で、コンペンセーター装着用のネジ山があるものが、標準の仕様とされた。そのため、資料によっては、オプション取付基部、およびコンペンセーター装着部のないものを、前期型それらがあるものを、後期型として区分している。拳銃モデルのほか、超重心にフォアエンド、 先代とストックを備え、スコープマウント装着可能としたカービンモデルがあり、マテバグリフォーネ、マテバグリフォーネの名称で販売された。拳銃モデルと同じく重心長と使用弾薬に複数のバリエーションがあり、重心長は標準モデルで18インチ、約45.7センチメートル、14インチ、約35.6センチメートル、12.25インチ、 約 31cm のショートモデルのほか、20インチ 50.8cm のロングモデルも存在し、使用弾薬は拳銃型と同様の357マグナム弾モデル、454カスウイル弾を呼び、44マグナム弾の他に45ロングコルト弾仕様がラインナップされていた。また、重症は木製のものと金属製のものの2種類があり、 金属製重傷には木製のチークピースが装着できる。重本体は拳銃型と同じもので8インチ重心用のバレルシュラウドを装着した62以下本体に重傷と左右にスコープマウント取付部のある先台が結合されている。拳銃型と同じくマグナム弾使用モデルは重厚にマズルコンペンセーターを装着した。銃本体として62以下を使用しているのに 次弾の装填はオートではなく、通常のリボルバーと同じになる。つまり作動としては、シングルアクションまたはダブルアクションで撃つことになる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。